You're listening to Dolce Tiki and Sakura Chita on Into the Spotlight Japan. Into the Spotlight 2016年3月の放送でございます。皆さんこんばんは、チッキーです。桜チーターです。はい、この番組は、日本在住のブローニーペガシャさんを紹介する番組になっております。はい、なっております。はい。なんか変な違和感だね。なんか、まあ、ちょっと、名前、チキさん言った時に俺、うん、自分の名前、ど忘れした今、なんかあまり、どういうことなの？いつもと違いすぎて。あ、そうかそうか。なんで僕の今のその最初の喋りが変わったかというと、もうツイッターとかでもね、はい、話はしてるんですけども、ね、配信をしていたですね、キャンタロットヒルさんがですね、はい、まあ、急遽、消えてしまいました。消えてしまいました。ディサピアです、ディサピア。ディサピアですね。うん、僕らも、何も情報なしに急にディサピアされたので、そう、ちょっと、ね、もう、ベリーコンフューズでございましたけどね。コンフューズですね。でもう、どうしようかなって、まあ、緊急会議ですね。OJ 含めて3人でもう緊急会議開いて、はい。まあでもね、イントゥーこれでやめないでしょって話になって、はい。まあ今回は YouTube で、はい。ね、YouTube チャンネル僕ら持ってるんで、そこからちょっと今配信をしていると思います。と思います。と思います。はい。うまくやってるかな。ね、これがうまくいけば、しばらくこれでいこうかなと思ってますけどもね。はい。なんで、まあ、あれですね、去年の1月からですか？引っ越し多くないこの番組。1年に1回ぐらいはどっか移動してる。そうですね。まあ、エヴァフリーネットワークが終わって、で、1月から、じゃあキャンヒルで頑張ろうぜとかって思ったらもうディサピアだっていう。いやだからな。感じだったんですけどね。まあまあでもね、まあ短い時間ですけども、本当お世話になったかなと思いますのでね。はい。ね、サンキュー。サンキューベリーマッチョ。全然そんな感謝する気ないだろ、お前。はい。というわけでね、まあ、ということで、まあ、イントゥーザスポットライト、これからも続けていきますので。はい。ね、ご安心ください。そしてよろしくお願いいたします。はい。というわけで、今月のゲストをお迎えしましょう。はい。みつまるさんです。どうも、こんばんは。みつまるです。みつまるさん。みつまるさん、よろしくお願いします。こんばんは。お願いします。これはみつまるさんでいいですか？それともサーティークロック。ああ、ここちょっと、ね、悩みどころなんだけど、はい、まあ、絵を描いてる人はサーティークロックってことで、まあ、お話しする相手としてみつまるってことで、なんか、お、じゃあ、みつまるさんは大丈夫ですか？複雑な環境ですが。みつまるで。はい、わかりました。いや、すいません、なんか変なタイミングでね、こんななんかいやいや、こちらもね、まさかのですよ。な話ね。ほんと申し訳ない。なんで僕らが山がかからないけどね。申し訳ない。ほんと申し訳ない。申し訳ないです。はい。ということで、みつまるさんは、イラストレーターってことでね。まあ、インターネットで単純に自分の楽しい絵を描いてるだけの人なんですけど。いやいや。ね、ほんともいろんなね、サイトの方でも公開されたりしましたけども。あ、そうですね。まあ。まあ、そんな、ね。まあ、いつも僕らはね、三つ葉二期と呼んでますけども。はい。ね。今日はそんな二期と一緒にこう、楽しい時間を過ごせればと思うんで、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。します。はい。では、早速ですね、お話をしていきたいと思うんですけども。まず、三つ葉さんは、はい、マイルドルポニーを知ったのはどういったきっかけだったでしょうか？もともと、ポケモンが好きで、で、絵を見るのが好きだったんですけど、はい。その中の一人が、ポケモンを描いてた方が、急によくわかんないキャラクターを描いてた。まあ、いろいろ、よくわかんないけど、こうカラフルな子がいて、はいはい、で、調べていくと、まあ、海外のマイルドルポニーっていうアニメだと知ったんですけど、まあ海外のアニメ、当然見る手段もないなと思ってて、最初諦めてて。はい。ずっと。で、まあしばらく、それも経った後に、見れるってことが、まあ判明して、試しにじゃあ見てみようと思って、うん、1話目からこう見たら、面白いと思って。お、これなんだこれ、こんな面白かったのかって、ちょっと見てなかった機会を後悔しつつも、まあそっから数日かけて、あった分、多分シーズン2を全部一気にしたって感じです、ね。おー。なるほど。なんかでもね、びっくりしますよね。急にそのポケモン描いた人がそのなんか、馬なのかこれはっていう、テイストのイラストが出てくるって、ね。調べていくと、まあ馬、わかるんだけど。あ、ポニーだったんだみたいなね。そうそうそう。うん、最初はなんだろう。もう可愛いなーと思ったんだけど。もう馬とは気づかなかったかな。最初その見たっていうのは、なんか日本語の字幕とかついてたやつ
ああ、そうですね。有志でつけてもらってる字幕のやつをまあ見ていて。うん、いや、まあ、とりあえずある。はいはい、バーっと、一気にして。シーズン2だと、あれですかね。あれか、ケイデンスと、シャイニングアーマーの結婚式まで。そうっすね。そう、まあ、いわば日本語の放送までって感じですよね、いわゆるね。そうですね。そんなぐらいは。なるほど、なるほど。なんかいろんなね歌とかあってびっくりしませんでした、なんか歌うんだみたいな。そうそう、一番最初の1話の時であのピンキーの歌があって、はいはいはい、それを聞いた時も、はいはいはい、なんかディズニーっぽいな若干、うん、ああはい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 、そうですね、それはそれでウィンターラバップとか、はい、シーズン1の最後のガラとか聞いていくと、うんうんうん、すごいいい曲ばっかり、それもハマるきっかけにもだからいつも言ってるんですけど、ポニーの歌ってなんか聞いてていなんか嫌にならないんですよね。そう、楽しいの。もう心がすごい踊る。うん、何回聞いてもね。何回聞いてもいいんですよね。ね、出るんだよね。前も言ってたもん、作中ね、なんかね。ディズニーだとこう、歌うのかよとかってなるな。そう、めんどくせえって歌うのもいいよみたいな。もう映像見せてみたいな。ストーリー見せてっていうのが大体多くて。うんうん、ポニーだけは、ね、唯一歌も楽しめちゃう。おぉ、そうだね。ことが多い。うん。ポニーの歌はすごくいい。なんか上手いんでしょうね。何かしらこう。うん。なん引きつける何かがあるんでしょうかね。引きつける何かが多分、こう、生物学的になんかこう、わかんない。そういう何か。生物学的に語りかける。本能的な。精神論になっちゃうかもしれないけど。そうそう。うん、それこそもう歌が来ないことが若干悲しいというか、そうそうそう、歌を楽しみに見てるようなところも、そう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 、割と方にあったりもするから、なんか新しいエピソード見るときって、うん、歌入るとすごいテンション上がりますよね。そう、おって、あ、歌来たとか、歌来たとか、そうか。ちなみに一番好きな曲ってあります？ああ、一番好きな曲か。いろんなね、あの順位つけづらいと思うんですけど、つけづらい、気に入ってる、そう、だけど、うん、でもやっぱり最初にハマったウィンターラップとか、うん、やっぱあったガラとか、うんうんうん、あの曲がすごい好きかな。なるほどね。シンデマンの曲は特に好きなのが多い。あとはもうあれか、名前出てこない、うん、ディステアリア、はい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 、ケイディスね、ケイディスね、あれもかっこいいですよね。そう、あれもね、風呂場で歌っちゃうって怒られたことがあるぐらい好きな歌。あれいいですよね。ほんとまさにミュージカルっていうか。うん。確かに。それでケイデンスの、ね、声優さんめっちゃうまいっていう。そう、うまい。うん。すごいな、あの二面性をよく表現できてるなって僕聞いててすごい感動するんですけどね。いや、ほんとにあの曲はすごくいい。うん。あの時のね、兄貴と言ったらもうね、シャイニングアーマーと来たらって感じですけどね、はい、なるほど。でじゃあね、まあ、シーズン2が見てて、うん、リアルタイムで見るようになったのっていつぐらいからですか？シーズン、ちょうどそのすでに字幕出されてる方の動画を追ってる段階ではシーズン3が始まっていたんで、なるほど、なるほど。もうそれが、要はエクストラデイリーとか見つけ出して、うんうんうん、あ、放送してる、まあ見れるんだっていうことが分かって追ってたんで、多分シーズン3の途中ぐらいからはもう生放送追ってた感じです。なるほど。もう、絶妙ですね。絶妙なタイミングで。シーズン3の中盤で結構絶妙ですよね。ええー。かなり衝撃が与えてしまう話が多いですもん、シーズン3はね。シーズン3はなんか、結構転換が多いというか。なんでもう、シーズン1、2、3、ずーっとなんかその、ハマった時期から何ヶ月ぐらいかな、もう見続けて、うんうん、でも、同じエピソード10回以上見てから先も数えてない。全、1から3まで多分全部10回以上ぐらい見てるぐらいは。なるほど。相当ハマってた。あの頃の私ちょっとおかしかったなって思うぐらいに。それぐらいやっぱでも本人っていいよねってなるよ。うん、わかります。うん。ついになんかまた見たくなっちゃうんですよね。うん、そう、何回でも見たくなる。エピソード終わるときにダカダカっていくじゃないですか、最後。そう。あ、次じゃあ見ようかなとか、はいはい、だいたい続き見ようとかってなるもんね。なるなる。うん。
気づいたら、もうね、皆さん言うけど、次、次って見てたらいつの間にかもう深夜何時なってて、あ、寝なきゃみたいな。そのまま朝を迎えるとか。なんかマラソンやってる方もいるみたいですよね。なんか日本で。なんかシーズン1マラソンとかそういうの。ああ、はいはい。なんかこう、新しいシーズン始まる前にもう一回みんなで見ま、一気に見ましょうみたいな。そうそうそう、走り抜けようっつって。こう、24時間ぶっ続けみたいな。でも若干皆さんやっぱ体調崩してるんですけどね。あんまり見すぎちゃダメだって。い長いっすもんね。だってね、30分、まあ20何分だけども、それがね、まあ10、20何回でしょ、だってシーズン1とかだったら。そうそうそう。一つだけで26話。ゾッとした今。今気づいたらゾッとした今。50話、65話、やばいやばいやばい。やばいな。脱落してもおかしくない時間ですよ、それね。いや、聞いちゃう。じゃあもうあれですよね、シーズン6がね、もう。この放送が27なので、はい。もう昨日ですね。ですね。いやもう始まってるんですよ。どうでしたか皆さん。いかがでしたかねえ、なんかもういろいろとね、プレビューというか、予告は出てましたけどね。私はもうね、まだ、見てないというか、その放送する時の楽しみを撮っておいて。あ、一切見てない感じですか、じゃあ。一切見てない。もう26日が楽しみでしょう。あ、よかったよ、なんで。はい、危ない。危なかったね。ちょっと今言うとこだった、今、本当に今。いや、でももう見ちゃってるから、しょうがない。もう。今、26だから。もう昨日の私が一体どうなってるのか、想像もつかない。はい。今多分、ご本人今ツイートしてると思いますから。収録の自分へよかったよとか、そういう感じで、なんか。言ってるかもしれませんからね。はい。ね、いやでもね、また始まりますね。こう、毎週毎週ね、楽しい時期がね。楽しい時期が。うん。まあ、また眠くなるね、時間が。大丈夫。大丈夫。サマータイムがね、この前、自分がアメリカ行った時にね、うん、1時間なくなったから、多分、早まりましたよ。そうだ。俺は辛かったけど。ねえ、やっぱこう、毎週毎週楽しみだなと思います、ほんと。ね。1週間の楽しみなんでね。生きるってなので。いやー、また始まる。ねえ、また始まる。気づけばもう急に始まる。ね、決まったからね、始まりますよっていうのもね。始まるまでのこの、ね、スパンもなんか妙に今回短くてね。なんか一番短かったんでしたっけ、なんか。本当に短かった。うん、シーズン5の明けの区間があったのもあるからかな。ねえ、で、しかも劇場版もね、控えてるしね。ね、そう、劇場版がね、楽しみでも、どうなるんだろう。そう、アメリカ飛んじゃおうかなって若干思っちゃうぐらい、ね、すごいや。なんかでも、あれでしょ、某ディズニーの映画はいはい。今、まだ日本でやってませんけど、はいはい。他の国でもやってるやつで、はい、現地行ってる方もいましたよ。知り合いで、いましたよ。あ、マジで。なるほど。あ、もう。何回も見てるっていう。そういうのはね、全然ありだと思う。うん、劇場で見たいってものはあるから、うん、当然なんかこう見に行きたいな。まあ、ポニーだって絶対日本の配給会社多分取らないと思うから。さすがに取れないと思うな。うん、多分 DVD とかね、ブルーレイがまた映像で出てるのかなっていう感じは予想しますけどね。ええ。うん。それだったらね、それこそ近場でもいいか、うん、放映してるところに、ちょっと飛行機飛んでて、ねえ。ぶってしてもね、いいと思うんだけど。高え映画やな。でも、アジアとかでやってくれたらいいんですけどね、その日本じゃなくてもね、近いところで。そうするだけで、まあ、多少コストは抑えられるかな。うん、まあ、旅行ついでに見に行くみたいな感じで、ね。そうそうそう。まあ、楽しみですよね、本当に。楽しみ。はい。はい。ちょっと次の話題にちょっと行きたいと思うんですけども、はいはい、三丸さん自身の、はい、創作の活動、まあ、イラストになるんですけど、はい、いつ頃からこう始められたんですかね。大体、期間っていうか、何年前って話すると、うん、今からちょうど4年ぐらい前ぐらいで、もともとさっきも話した通り、ポケモンが始まりで、はい、で、どっかの動画かなんかを見てたときに、Windows のペイントはいはい。あ、はい、ポケモンを描いてる動画があって、ええ、あ、こんなんで描けるんだって思って始めたのがきっかけ。そっからまあ、1年ぐらいはずっとポケモンを描いたのかな。で、そんな中まあ、衝撃の出会いを果たして、まあ、こういっぱい至ると。いった流れです。なるほどね。ほどですね。
なんでね、最初はもう1年ぐらいはずっと Windows のペイントだけで、マウスと、ああ、なるほど。よく入って。マウスで。マウスで。Windows のペイントか、マウスか、懐かしい。その時代もあった。ああ、あったんだ。作中もやっぱその道歩いてたの、最初やっぱ。一番最初はそれだったかもしれない。意外と綺麗に書けるんだ。意外と書けますね、あれね。びっくりして、ああ、じゃあちょっと書いてみっか。っていうの流れでもうね、だいぶハマったな、最初は。もう1日1枚、2枚、3枚とかもずっと書いてるような生活を続けて、気がついたら、こんな年月経ってましたよ。なるほどね。今使ってらっしゃるペイントのソフトっていうのは、ああ、これも、まあ、割と皆さんご存知の気がするんですけど、クリップスタジオっていうソフトで、うん、まあ、それまで、これも、いつだったかな ?1 年ぐらい前から使い始めたのかな。それまではずっとフリーのソフトを使って、まあ、ちょっと、ファイルの変換ができなくて、そのためだけに買ったんですけど。おお、なるほど。まあ、思った以上に使いやすくて、ずっと使ってる感じです。ほほクリスタね。クリスタですか。クリスタいいですよね。いやー、あんな使いやすいソフトだとは。あれ、作チーム変えたんだっけ、クリスタにね。なんか変えました。私、クリスタに。切り替えたって。結構前ですけど。フォトショップはね、鋭角ツールじゃないですよ、うん、あれは。フォトショーだったんだっけ、そういえば。うん。あ、そうなんだ。私はね、鋭角ツールじゃないです。あれきついです。本当に難しいし、何言ってか分かんないし、もう、もう複雑、あれ。いやあれは、すごい難しそうだけど、あれで絵描かれてる人の絵は、もう、なんだろう。やばいですよね。やばい。もう、神ですよね。一言に尽きるぐらいに、やばい絵しかない。やばいですよ。やばいしかいないの。あれを目指してたけど、もう僕自分には無理でした。フォトショップをそもそも無理だった。そっか。クリスタはそうですね、あの文字入れやすいのがすごいいいなと思いましたけどね。文字入れツールは確かに、めったり使わないけど確かにフォトショップ。自分は、あの、そう、自分絵描かなくて逆にその写真に小文字入れたりするのが多いので、そういう時に結構あの、もともとサイ使ったんですけど、そうそう。サイよりも全然使いやすいなっていうイメージがありましたね、うん。ちょっと実際使ってみて。なるほど。あんまり他のソフトを使ったことないから、どれぐらいこう、ね、使いやすいのかっていうのはよくわかんない。文字入れるのが楽だ。うん、でも Windows のペイントだってレイヤーがないからね、ね、そう勝負じゃないですか。そう。レイヤーがない。レイヤーがない。なんかね、乗算とかできないでしょ、だって。そんなことも。できないです。もう自分の中でこのぐらいって決めて塗りつぶしって作るしかない。ねえ、だから相当、でもそういうところがあるからこそやっぱ切り替えるとね、うん、ああ、こういうのあるんだっていう、なんか、そうそう感動になるんでしょうね、きっとね。楽だなって思って、今もでもやっぱペイントの名残なのか、あんまり乗算とか使うことは少ないんだけど、でも、はいはいはい、便利だな。めんどくさいところとかはもう乗算1分使っちゃうとか、そういうことはしちゃう。なるほどね。じゃあポケモンからこうイラスト描き始めて、はいはい、でまあポニーに切り替わったってことで、はい、なんか自分が描きやすいポニーとかあったりするんですか、ちなみに。描きやすいポニーか、うん、描きやすいっていうと個人的にトワイとかが描きやすい。あの前のパッツンが一瞬でこう線一本引くだけで描けるっていうすごい安直な。あ、前のですね、縦紙ですよね、はい、パッツン。縦紙がね。あれで、ピッて引いて、で、上の部分ちょんって付け足せば、もうトワイってなる。あの、書くスピードが速い。あ楽っていう。そこには誰だろう。書きやすい子か。書きやすいかどうかを置いといて、結構、レインボーダッシュが好きで、うん、そのポニー書き始めた時も、レインボーダッシュがあまりにも可愛すぎて、まずレインボーダッシュを書いたっていうぐらい、最初にあの好きになったのはレインボーダッシュ。それもあって結構数を書いてるって言い方はちょっとあれかもしれないけど、まあ、レインボーダッシュいっぱい書いてるので、まあ、レインボーダッシュ書くのはだいぶ慣れてるというか、まあ、書きやすいところまで。行っちゃったかな。レインボーダッシュ書い
ってたんですね。あんま見てないなんて気持ちの記憶がない。あ、そうかな。まあでも、まんべんなく書いてるわな、私。あんまりこう、一つのキャラずっと書き続けるっていうタイプよりは、まあ、ポニーみんな可愛いんで、いろんなこう書いてみたいなとか、いろんなこう、いろんな表情見てみたいなって。なんとなく、書くときの、なんだろう、きっかけみたいなのは、この子のこういう表情を書いてみたい、見てみたい。そういうのがあって、ね、いろんな子を書いてたんで、まあ確かに、あんまりレインボーダッシュが好きでいっぱい書いてるっていう話をすると、確かにこうまんべんなく見てると、レインボーダッシュばっか書き続けてる感じではない。やっぱいろんな子を書いて、やっぱいろんな子、こう顔を見たいな。そういえば、みつまるさんの推しポニーといえば。はい、はい、はい。いつその話をし始めた。そう。いつの話をしたんだけど。その恐ろしい話をしちゃう。いやー、あの子はですね、もう、最初に見たとき、可愛くてしょうがなくて、もうずっと書いてたんですけど、まあ、あまりにも登場回数の少ないこと。ちなみにお名前は？一応、公式で呼ばれてはないんですけど、レイブン。はい。シーズン、初登場はシーズン2エピソード4、ウナイクリプスのヴァンパイアのコスプレをしてる。はい。いましたね、いましたね。次にシーズン4のエピソード、確か11のフィニーバニリー、はい。わかんない。あれの時に市長の秘書として、いました。はい。再登場したっていう。うん。あ、それ合わせても多分10秒満たないぐらい。出演時間の子なんですけど、まあね、かわいい。もうやっぱ、ね、ポニー見ていく中で、やっぱモブポニーの可愛さとか、もう自分の中でこう、ドハマりするというか、この子、かわいいってなるポニーって、なんかしらこう、みんないると思うんですけど、私の中ではその、レイブンさんが、モブの中ではもうトップクラスにかわいい。毎週こうね、期待を寄せてたわけですよ。ああ、出るかな、出なかったかなっていうのを繰り返していって、まあ、シーズン4で再登場したとき、シーズン2からシーズン4って、それこそ1エピソード挟んで、はい、約1週分ある中で再登場したときには、あまりの嬉しさに泣き崩れるっていう。やばい。すげえ。なんで、このエピソード、最初この生で見てた後、この子が出た後の、話、二回目見るまで全く覚えてないっていう。ぐらいにはちょっとあまりに衝撃が強すぎて。で、その流れもあって、ちょっとシーズン5、だいぶ期待してたんですけどね、ちょっと残念ながらお姿が見えなかったという。あーですね。悲しい。悲しい。だいぶ悲しいワンシーズン。私にとっては、まあ、シーズン5はシーズン5でね、全部通して、いいエピソードばかりだったんですけど、そこだけがちょっとね、悲しいなっていう。いやー、そうですよね。わかります、気持ち。出演の少ないポニーをね、こう、好きになってしまう。こういう時にね、ちょっとだいぶ心に傷を負ってしまうという。そうなんですよね。まあ、自分の推しポニーは多分、3回。かな、喋ったのは2回で、観客でいたのが1回。はい。かな、で、シーズン5期待してて、はい。ディスられて、ええ、で、そのまま終わるって。で、エイミーさん、ね、ライターのエイミーさんがディズニーに行っちゃって、あ、どうすんだこれっていう。エイミーさんがなんかその、最初のダイヤモンドオークの回を作ったってことで、ある意味サファイアのこう、生みの親的な、ことらしいんですけど、まあ、そのシナリオとしてですけど、はいはい、そのエイミーさんいないっていう、今来るどうするんだっていう話であるんですけど、だからね、すごい共感します。レイブンちゃんが出ないっていう気持ちも。そう、モブの中でも、頻繁に出ること出ない子ってね、やっぱどうしてもあったりはするんですけど、まさかシーズン2で出た子がね、シーズン4まで1回も出ないで、しかも1回だけ出るっていう、この数秒間だけ出るっていう、はい、なかなかにこうレアな扱い。レアですね。まあコミックの方ではね、名前も呼ばれてて結構頻繁にセレ様の、あっち側でもただユニコーンとして、
出てるのかな。そうですよね。なんか設定違いますよね。ええ。ユニコーンとしても、シーズン3のエピソード1のクリスタルエンパイアのところ、うん、はいはい、冒頭のところで一瞬だけユニコーンの方が出るんですけど、はいはいはい、は一応、コミックスの方でよく出ていて、うん、もしはレイブ、そっちもレイブと呼ばれてる状態、うんうんうん。なんで、レイブが二人いる状態。ちょっと公式で改めてこう、名前をね、呼んであげてもらえると、私はもうね、それに従って生きていくので。ありがとうございます。名前をつけていただいて光栄ですと。光栄って言い方ちょっと違うな。なるほどね。だからコミックってなんか、あれですよね、レイブンちゃんじゃないかもしれないですけど、はい。なんかのセレスティアのそばにいる。ああ、はいはい。ので、なんか、結構もう年配で。はいはい。なリタイアしてなんかっていうようなコミック読んだ気がしたんですよ。それ違いますよね、はい、確かね。そのおばあさんが今のところインクエルっていう名前が。あ、そうかそうか。でもその方が出るまでは、アースポニーの子がレイブンで、うん、ユニコーンの子がインクエルって名前がついてた、うんうん。その子が出たおかげで今のところ二人ともレイブンっていう扱いになってるんです。うん、早くこう名前をね、つけてあげていただきたいんですが。シーズン6にちょっと期待を寄せて、ね、そっかね、正座して待ってることにします。ぜひ出たらみんなでこう、お祝いしましょう。ありがとうございます。代わりに僕の方も出たら、待ってください。盛大に祝いましょう。はい。何の会や。豆乳パーティーですよ、豆乳パーティー。豆乳パーティーですね。はい。そう、豆乳といえばさ、はい。まあ、水丸さん豆乳大好き、僕も大好きなんですけど。ああ、豆乳好き？豆乳好き？豆乳大好きですね。豆乳飲んだことない。嘘？これ牛乳好きよ。ああ、ちょっと牛乳とは、系統が違うかね。違うんだ。ちょっと今度コップに次に行きますんで。あ、はい、わかりました。今度ちょっとイベントとかあった時にちょっと はい、豆乳、押さえておきますんで。怖い、この人たち。で、豆乳といえばですけど、はい、ね、水丸さんの、はい、まあ、OC といいますか、はい、今ね、まあ、画面にの出てる子なんですけども、はい、ね、可愛らしい。可愛らしい。ソイミルクちゃんという。はい。はい、まさに豆乳だろうっていう話。まさにもうね、豆乳が好きすぎて作ったというようなところはあるんだけれど。はい。この子できた、経緯っていうのは、もうまさに、まあ今言ってますけど、豆乳大好きだからってところは。まあ経緯としてはそう、豆乳が好きで、まあ、豆乳モチーフにしたキャラでね、うん。ちょっととある企業さんのパッケージをモチーフにしてるんで、ちょっとこれいつ怒られるかわかんないな、はい、と、ちょっとピクピクしてますけど。存じ上げております。そんな中で、ね、ちょっと自分の推し語り、ちょっと気恥ずかしいんで、ちょっと軽めに済ましたいんですけど。なんかあれですよね。自分の畑があるんでしたっけ、なんか。大豆畑が。大豆畑があるんだ。大豆畑がね。自家製の豆乳を、なんか、ね、自家製の。すげえ。そんな設定を思いつつ、はい。まあ、惜しいっていうところに関しては、やっぱり、いろんな方が持たれて、まあ、そなであったりだとか、惜しい、持たれてる中で、こう、交流とかしたいな。やっぱ、絡ませるにあたって、その、うん、その方のオリジナルのことを、なんか公式を絡ませるようなものは、それはそれでありだと思うんですけど、うん、やっぱこう自分とこうね、やりとりをしたいなって時に、やっぱ自分のキャラって、もうあるといいなって思って、うん、そういう時に、まあ、他のいろんな界隈の中でも、そういう自分のキャラ、公式のキャラモチーフにして作ったオリジナルのキャラで、その他の方も同じようなことしてる方とこうやりとりしてるなってのは、見てて羨ましいなって思ってたんですけど、うん、さっきも言った通り、こう自分のキャラを持つってなんか気恥ずかしいな、ちょっと恥ずかしいな。なんかこう、もじもじしてたんですけど、こう結構ね、はい、もうマイリトルポニーの、界隈の方々、みんなこう、砂であったりとか、シューとか持ったりしている方が多くて、ね、じゃあちょっと自分も、と思って、まあ作った子。うん、なるほど。そう、本当さっきも言いましたけど、その某企業のですね、スカーフが、まさに、そう、僕も飲んでるメーカーさんなんで。いやー、美味しいですよ。っていうよりも多分、三つ丸さんに勧められたんですか、僕。そうですね、そう、最初ね、違うメーカー飲んでて、美味しいんですよ、これって飲んで、あ、
マジっすね、美味しいっすね、これってなって。今、箱買いしてるっていう。あ、そこから、おー。おー。そう、今、完全にあの、普通に、あまりスーパー出てないようなタイプのやつを買ってます。おー。はいはいはい。特保のやつ。はいはいはい。もうそういう年頃なんで。健康に気づいた年頃なんで、はい。いや、美味しいですからね、このメーカーをね。美味しい。作地でぜひ、じゃあ、今度。ああ、コップすくんで。ああ、はい。あ、まあ最初はあのちっちゃいパックで、ね。あ、そうそうそう。あの、試した感じとか、そうそう、ありますから。それでまあ飲む。若干引いてんの、お前。へへ、へへって言ったよ、今。へへ。ねえ、さゆみちゃん可愛いな、ほんとね。はい、ありがとうございます。ねえ。可愛いですね。はい。で、早速、まあ次のまたお話に移りますけども。はい。水丸さんはですね、はい、昨年、はい、ね、一つの、はい、決心を持って、はいはい、とあるところへ行きましたね。行きましたね、行きました。いろんなことがありましたけど。ちょっとね、行きだいぶトラブっちゃいました。まあ、念願のブロニーコに。そうなんですよ、皆さん。ブロニーコにね、単身ですよね、しかもね。そう、なかなかにドキドキした。いや、すごいなと思いますよ、ほんと。うん、いや、全然英語できないのにね、ブロニーコに一人で乗り込もうって。かっこいいなぁ。かっこいいわぁ。まあ、最初に行くならとりあえずブロニーコンってことですか。もう一番のね、最大の規模って言われてますからね、ブロニーコンね。最大の規模ってのもあったし、何よりジャパンボニーコンの第1回目の、うんうん、クイズ大会。そうだ。そう。ありました、ありました。はいはい。あのクイズ大会で、何気にちゃっかり優勝をして。そうですよね、そうですよね、そうですよ。まあ、優勝と商品ということで、まあ、ブロニーコンの、うん、まあ、チケットっていうふうな形で受け取ったんですけど、ちょっとその時期は行けなくて、うんうんうん、1年か2年越しぐらいかな、第1回と考えると。そうですね。まあ、ようやく行ける機会に恵まれて、まあ、単身で行ってくる。でまあちょっと行きだいぶトラブっちゃってね。悲しい思い出なんで、あまり語らないようにします。多分みんなで、ね、TL 今ザーついてると思う。タイムラインじゃ多分。いやもう、あの時はもう、本当にもう、心配しかしなかった。うん、なんかね、助けたい気持ちでいっぱいだったよね。もう。なんでね、まあ。ねえ、なんか。まあまあ、あんま言っちゃいけないでしょうけどね。忘れ物、まあ忘れ物したらだけですね、簡単に言うとね。ざっくりね。何か忘れました。簡単な話です。忘れ物をしました。はい。はい。だけです。はい。はい。そんなこんなでね、うん、まあトラブルに見舞われたものの、まあブロニーコンに、まあ短期特攻ってことで、うん、まあ2日目と3日目で、うんうん、まあ参加してきましたと。はい。やっぱ圧巻したのは聞いてた通り世界最大級ってことで、まあ人の多いこと多いこと。ああ。らしいですね。すべてにおいてでかい。っていう。受付ですらこのでかさかって思って。うん。まずはもう、でも会場の大きさに圧巻したかな。なるほど。最初も、はい、やっぱ向こうにはなんだろう、バナーっていうのかな。うん、うん。はいはい。通りに、ブロニーコンのこう宣伝してるバナーみたいな、こう、チラチラ、もう、貼ってあるというか、こう、飾ってあって、なんか街全体のお祭りみたいな、じゃあ、すごい。雰囲気も。すごい。こう、通りとかにこういうのが、パラパラーっと、貼ってあって、もう、あ、ついに来たかって、もう、この段階で、街並みを歩いてる段階で、ついに来たなっていうような思いに、ありましたね。すごいな。でもやっぱ雰囲気がね、あ、今ちょっと写真をね、ちょっと今画面にも載っけてるかなと思うんですけども、はい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 、こういう感じなんですね。こういったのが街の、ああ、もうなんかいいですね、街全体がこう、そうそうそう、ウェルカムですよね、かなりウェルカムって感じでしていて、ね、会場まあでかいことでかいこと。やっぱ、今年の参加人数、3日間で延べ何人って言ってたかな ?9000 人とか超えたとか。そんなもんだったかな。そうそうそう。すごい。すごいな。いやーもう。あ、でも、なんかもう、まず並ぶっていう話ですよね。確かね。
そうそう、まず並ぶ。うん、ここ、最初、割と朝早めに、会場何時だったか忘れました。1時間ぐらい前に行ったんですけど、まあ、まあ、2日目ってこともあって、1日目チケットもらってる人は、まあ、その方々で並んでたりとかするんですけど、はい。まあ、それで、まあ、並びの列に並んで、まあ、最初チケット、まあ、もらいに行って、うんうんうん、して、まあ、そのチケットもらうとこは、まあ、広いこと。まあ、広いこと。ここに、まあでも、最初1日目、最初並んでたら、ここ全部埋まってたんだろうな、ってぐらい。うん。それぐらいの規模の人が、いて、まあ、それも、あとはもう、圧巻したのはイベントの盛りだくさんさ。おー。タイムスケジュールを、もう、まあ、配られるんですけど。はいはい。そんな中、もう、メインホールで、あと、ホールがあと10ぐらいあるのかな？ある。いやー、すごい。みっちりで、どれにいいかわかんないのもあるけど、二つ被ってるのがあって、どっち行けばいいんだろうっていう迷うようなシーンもあったりとか。そんなにイベントがある中で、こう人気の、パネルなんかは、人が大量に並んでて、それこそもう入れませんとかいうこともはぁずらーっともうそのパネルを見るために人が並んでるっていう。なんかあれだね、声優さんパネルは結構すごそうですよね。そうするとね、あ、ね、公式のスタッフであったりだとか声優さんとか、あとコミックアーティストの方々はまた大ホールで基本的にメインでやられてるみたいで、はい、ここは多分ね、この広さ的に全部埋まるなんてことはないのかな。うーん、凄まじい広さで、あの閉会式も多分開会式もこのメインホールでやってると思うんですけど、うん、ここがまあその閉会式の時で全部埋まるぐらい。急戦に入るってことか。すげえ。すごい。やばいなそれは。閉会式もまあ並んだ。あ、並ぶんだ。そのフロ、これ、確かフロア、4階のフロアでやってたんですけど、4階のフロアで収まらなくて、3階、2階まで並びの列ができるぐらいに、閉会式も、並んで、ここもマックスで打ってる。あれ、でも後ろから見たら、見えないでしょうね、多分。まあ、直接は見えないんで、もう、モニターで見るしかないですよね、その。サイにあるモニターで見るしかないという。すごいな。もう送られる写真がもう全部空港にしか見えないんですけど、これ。そうそうそう、俺思った。でかいでかい。空港じゃん、これ。と思ったけど。この、だって31なんとかとか書いてある、これだって動画見ても搭乗ゲートじゃん、これ。どう見ても。そうでかいですね。もうでかいでかい。でかすぎでしょ。この列だって入国審査の列でしょ、これ。そうだよね、ほんと。まあ、そんな中ね、いろんなイベントに。本当空港だよ、これ。空港だよ。ここにしか見えないよ、もう。建物とか。空港でなぜかコスプレいるんだな、とかっていうふうな、いう環境だよ、これね。本当ですよ、もう。すごいなぁ。やっぱこのメインホールもすごいなぁ。これだけ人がいる中で、まあ結構盛り上がりが、やっぱ海外の方ってノリがいいなぁっていうのは。ああ、ですね、ですね。会場の至るところで別に、はいはいはい、なんか、示し合わせてやってるわけじゃないですと、急に楽器を持ち出して歌い出すとか、うん。ありますよね、あります。あります。それも自分知ってます。うん、経験ある、それ見たことある。そんな中で、なんか、ちゃんと演奏できるスペースが常設されてて、うん、会場の一部、一角使って、うん、で、ここでなんか常時演奏されてるみたいな。へ、だったりだとか、そこ関係なく、まあ、急にウィンターラップアップが遠くの方から聞こえてくるだとか。スマイルソングが聞こえてくるとか。この広場と関係ないところで、やけにこう。急にテンション上がるんでしょうね、みんなね。そうそう。みんなで、一人がこう、何かやり出すと、みんながこう、わーって集まってきて、わーってやる。わ、いかにもっていうような感じで。いやー、非常に楽しかった。あそうですね。自分も、あれ、去年の LA 行った時も、はい、ライブのそのパネル、ライブのイベントがあって、そこで結構待ったんですけど、なかなかこう、ステージが解除しなくて、うん、そこでやっぱり同じようなこと起きたんですよ。なぜかね、最後にポ
ポニーの本編最後に DHX って言うじゃん、DHX やつ。はいはいはい。それを、だから DHX!DHX! なんだろうなってわかんない。で、しまいにはだんだん、だからベーコンパンケーキ作って。ベーコンパンケーキ作って。関係ないじゃん。お前ら、アイホップ行けと思った。とりあえず、ファミレス行けお前らって感じだったんですけど。よくわからんな、乗りがね。そう、とりあえず乗るっていう、そう。面白かったなぁ。欲しいなって思いましたね、海外は。そう、日本でもこういうのあったらいいなってすごい思いますけどね。まあ、せっかくね、まあ、さすがに街中でやってる、あれだけど、その会場内とかで、うん、そう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 。わーってね、盛り上がってるとね、参加したくなって一緒に歌ったりとかね、うわーってやったりしたくなっちゃう。会場も広いし、もうパネルの一つ一つも広いし、あとは、あれだね、やっぱ本場というだけあって、うん、ジャパンポニーコンでいうところのアーティストアレーのところが、はい、まあ地下1階のスペース、ほぼ全部使い切って、延べ100を超えるブースが立ち並んでた。アーティストアレーが。お金足りないですね。いやー、これ、全部回ってたらね。いやー、一応でも全部回ってみて、ね。あ、すごい。やっぱ知ってるアーティスト、ここに書かれてるアーティスト、やっぱ海外の方が、うんうん。あ、この方知ってるだとか。あ、この絵描いてる人この方なんだ、みたいなのを、ね、なんか、見るシーンがあって。いや、そこにもやっぱ一つ感動ですね。で、そんな中、うんあったのが、公式スタッフというよりは、アーニープライスの、はい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 。ミッションのスペースがありまして、うん、やばい、行かなきゃって思って、まあ、並んで、2枚ちょっと書いていただいたんですけど、いやー、それだけでも、ブロニコに行った価値はあったなって思うぐらい、思って感動して。いやー、いいですね。思わず、アンディが書き終わって渡された時に、思わずはしゃいでちょっと2、3回ピュンピュンしちゃうっていう、女子みたいな反応をしてしまって、若干こう、惹かれたのかにっこりなのかわかんないですけど、こう。女子力アピールしちゃったから。女子力アピール。ね、あまりにも、こう、憧れのアンディにこうね、ウェイブンとかね、さっきのソイミルクを書いていただいた時の喜びですよ。いやー、たまらないですね。たまらんですよ。もうね、そのためだけにも来た勝ちあったーって思うくらいには、いやー、一日目悲惨なことあったけど、いやー、よかったーって思うくらいかね、もう。いや、あれじゃないですか、特にそのソイミルクちゃんだったら自分が考えたキャラクターを、プロの、本物のコミカルトに、書いていただけるっていう、ね。そう、カテゴリー、なんかその変えて、変わった状態で出るっていう凄さってすごいと思うんですよね。最初は、公式のこう、なんで、ウェイブンをお願いして並んでたんですけど、ここ、ちょっと見てみると、前の方とか後ろの方が自分の OC の資料を持ってきて、はいはい、こう、書いてるのをお願いしてるので、もしかしていけんじゃねえかと思って、ちょっと、1日開けて、3日目に伺って、お願いして書いてもらった。ちょっと、自分の中でこう気持ちの整理とか、心構えみたいなのしてたんですけど、いやーよかったなーって。いやーもうそれこそ宝物ですよね。もう一生もんですよ、これ。それでも気になりますしね。ねえ、もう本当にありがたい。本当によかった。いやでも本当このベンダー、の部屋はもう広すぎですね、本当に。広い。もうずーっと、ここだけで正直一日潰れるんじゃないかって若干不安になるくらいには広くて。うん、コミケです、コミケ。本当にそれ。ちゃんと手にマップもあるしな。うん、そうそう。パネルが。最初に貼った画像を見ていただければわかるんですけど、うん、まあ、この青いパネルのところ、この下に文字並んで全部ブースなんで。これもう、細かすぎて。バカすぎて見れないな、これ。ちょっとこれは。あ、すごい量だな。すごいな。ちなみにその写真写ってるのちび人形知ってます僕。あ、これですよね。よくいろんなコンベンション出てます。ちび人形いろんなとこ行きますよね。で、こぼれ話がサファイアありますかないですって言われましたから。あ、ないんだ。あでもなんかそう、なんかサファイアあるんですかって段ボールみたい、ないって言われて。あ、把握はできてなかった。オッケー。売れちゃったんですよ。あ、売れちゃったんだね。売れちゃったの、売れちゃったの。で、おい。
なんか、あれですか、その、ブロニコンの、音楽のパネルとか、あの、ライブとか見たんですか、ちなみに。あ、音楽は見れなくて、なんとなくね、あの、見る、スケジュール見た感じ、1日目だったくさくて。あ、そうだったんですか。ちょっと見れなかった。そう、できれば見たかった、音楽の生演奏とか。それこそ夜中までやったかもしれないですからね、確かね、こういうのって。夜中までやってた、だいぶ遅い時間までやってた。そうですよね。そうそうそう。ほんと夜中まで当たり前のようになってますからね。出ましたね。二日目なんかは、あの、ガラをモチーフにした清掃で参加するイベントみたいなのみたいで、そこはまあ私清掃持ってってなかったんで、参加できなかったんですけど、そういうイベントがあったりだとか。まあ、それ以外にも夜中まで、普通のパネルが夜中までやってたんで。すごい、あの、なんで夜中最後に見たのは私、あの、ポニーズアンソロジーか。はいはいはい。あれの、まあ、放送会みたいなのが、開かれてて、まあ、生でっていうか、まあ、いち早く。あ、新作ですか、じゃあ。新作を。新作。見たりとかね。そういうイベントも、まあ、行くのも、まあ、あったりするんで、結構。あの作品ほど、ね、みんなで見るほど面白いないですよ、多分ね。リアクトが。リアクトが本当にね、楽しくて。アメリカ人ほど、こんな陽気なリアクトないですから、多分ね。みんないきなり歌い出したりね。すごいな、ブロニーコン。ブロニーコンはね、本当にでかい。ただでかい。ちょっと他のね、あの、ポニーコンベンションは、まだ海外には参加したことがないんで、どれぐらいの規模感だったのかって、その比較ができないんですけど、まあ、ただでかいなってことだけは、もう、ひしひしと、体で感じる。すごい。一発目でブロニーコンだもんな。ねえ。いやもうまず行くならって心に決めてたからねえ、これを聞いている方も多分中にはね、ぜひ行ってみたいとかって、ええ、ね、思ってる方も多分いるんじゃないですかね。そうすると濃厚な凄さをね、ちょっと話聞いてしまうと、それこそ入国審査さえなんとか乗り越えてしまえば、あとはどうにでもなるんで、私英語本当に自信ないので本当に喋れない意味で一人で行って、正直これ生きて帰ってこれるのかな、若干不安になりつつ、このアメリカを一週間ちょっと過ごしてましたけど。いやー、一人ってすごい勇気いると思うから、相当、ねえ、覚悟あったと思いますよ、結構ね。できれば誰か一緒に来てくれないかなって、若干ね、近代を寄せてたんですけど、まあ皆さん、ね、都合もあったと思うんで、まあ、行くかっつって一人で。すごいなー。すごいなぁ。行きましたね。ねえ。ぜひね、皆さんブロニコン行ってみてください。行ってらっしゃい。皆さん行ってらっしゃい。次回は7月だったかな。7月、多分中旬かな、確かね。ぐらいなので。ボルチモアでやってます。アメリカですね。ボルチモアとか多分ポニコンがない限り行かないわ。でしょうね。僕もそう思う。絶対行かないもん。なんかね、西海岸とかだとね、なんか、スポットあるからとかって思うと、ボルチモア特にないもんね。ボルチモアってどこみたいな。そんな感じだよね。ああ、本当にね、最初聞いた時に、ボルチモアってどの辺なんだろうって、相場感もつかめなかった。直通飛行機だってないんじゃない、あるのかな、ない、ああ、一応、ない、ああ、ないか。なかった。乗り継ぎなんだやっぱね。乗り継ぎ。乗り継ぎだった。なるほど。ということで、ブロニーコンの、素敵な情報でした。ありがとうございました。いえいえ、ありがとうございました。はい。ということでですね。はい。時間も時間ですので、そろそろね。はい。例のあの質問に。あ、もう行きます。行っちゃいましょうか。来ましたね。はい。じゃあ、はい、口お願いします。はい。水丸さん。はい。自分を、はい。こう、ポニーのエピソードで例えるという質問なんですけど。はい。どのエピソードになりますか？まあ、もうずっとイントゥーザスポットライトを聞いていく中で自分だったらって、まあ、何気に考えていたんです。例えるなら、シーズン1のエピソード1。はい、わー。ここですね。で、これを選んだ理由っていうのも、もともと、その、最初の冒頭にあった通り、ポケモン書いていく中で、自分一人で基本的にもう、特に交流とかそういうものもなく、はいはい、ずっと絵だけ書いてた。うんうん、みたいで、で、ポニー知ってから、まあ、ポニーの絵描いて、徐々にこう、交流できるような場に足も出してって、でしてた中で、こう、
いろんな方が、こう、自分の絵見ていただいて、こう、まあ、褒めていただいたりとか、かわいいねとか、こう、感想言ってもらったりしていって、はい、こう、輪がどんどん広がっていった。はい。なんで、もう、最初ずっと、まあ、一人で勉強し続けたとはいが、まあ、とあるきっかけで、そういう、なんか交流とか、まあ、輪を広げる場に来て、うん、こう、輪が広がっていって、で、こう、どんどん友達が増えていって、っていう。まあ、そんな感じで、このエピソードを、まあ、選んだところ、はい、まあ、日頃皆さん、あの、うん、まあ、一緒に付き合って、まあ、お付き合いしていただいている方々の、ありがとうございます、というところですね。ああ。おいやー、エピソードだった。すべての始まりだ。すべての始まりだ。私にとってもボニーが、今の、私を支えるね、もう起源なんで、現、やはり、こんなエピソード。ビツバルさんはトワイライトだったのかもしれない。あ、あんなにエリートじゃないし、私プリンセスにはなれないな。じゃあ僕、ムンダーサーでじゃあ。あら、幼馴染みですけど、だいぶ放置されますが、よろしいですかね。どんどんこう、あの、おっさんでいくっていう。いやいや、でも、あのエピソードすごいのが、あれですよ、トワイライトが本当に最初はもうね、なんか、一人でこうね、もう、なんだろう、勉強だったのに、だんだんこう、打ち解けていくような描写がされてるので、やっぱすごい、まあ僕もやっぱ初めて見て、いい作品だなとかって思いましたしね。最初と全然違いますもんね、今とね。最初ね、対応も冷たいしね。よそよそしいしね。最初のトワイは本当に友達なんかいらない、勉強さえできればいいっていう、うん、自分の殻にこもってる子だったのが、うん、今や、ね、その自分が知った友情ってフレンドシップをこう周りに広めていくプリンセスになるっていう。いやー、深いなぁ。はい。やっぱこう、シーズン1からね、5通してやっぱずっとね、成長し続けてる。みんな、うん、いいなーって思いますね。やっぱもう一回、1から5までずっと見返すとまた新たな発見とかあったりするんでね。うん、近々、一気見とか、それこそ。マラソン。しようかなって。マラソンか。そうですよね。でもシーズン5、特にその、ね、設定がね、うん、あの、今までの設定がちょっと変化があるとかっていうエピソード多かったから、なんかこう過去にね、なんかいろいろ残してきたものを拾っていくというか、そうねそうねそうね、回収していくような、そんな話が多くて、うん、あ、こう懐かしい気持ちになりつつ ね、そういえばそうだったそうだった、なおさらやっぱまた一から見なきゃとかっていう気持ちになりますもんね。いやー、本当にシーズン5はそういう意味でもすごく良かったですね。うん、まだシーズン1からねえ、まあその日になればね、まあ、2日3日ぐらいで見切れちゃうんで。いや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 、多分もっと体調崩れると思いますよ。いや、あのね、シーズン3とかその辺の頃だったらまだそれは言えたんですけどね、うん、もうシーズン6になるとそれさらに2倍なんで2日3日じゃきついかな。ましてや、あの内容にもよっては結構ね、心にも来るかもしれないし、ね、ちょっと次エピソード見る前にちょっとワンテンポを貸してみたいな。そう、4とか5は結構きついのいっぱいあったから、ちょっとね、心にね、いやー、本当にポニーをずっと通して見てきて、あのアニメでこんなに人の心って動くんだってぐらい感動したとかね、多くて、本当に驚きの連続ですね。ですね。うん。考えさせられますもんね。考え、本当に。あ、そう、いいよ。もうみんな知ってると思うけれども。ねえ、でもシーズン1、エピソード1見た後に、シーズン3のフィナーレ見ると泣きますよね。ああ、もう、フリーで何回泣いたか分かんないね。成長したなとはいとかなりますもんね。そう。もう、だいたいフィナーレ泣いちゃうし。前の、キューティーマークルセイダーでもね。ああ、もう、あれダメです。あれダメですね。ね、私も、号泣、号泣してましたから。っていうか、あのフィードバック反則ですもんね。ずるい。
うん。配送はずるい。そう、持ってき方がね、いちいちずるい。いや、あれ泣いちゃうよって。泣いちゃいますよ。ねえ、シーズン6も何回、泣かされるのかなって感じなんですけど。うん、そう、ちょっとね、ある意味怖いっていう。ねえ。シーズン6はね、今まで、ねえ、敵だった人たちがみんな仲間になっちゃって。ねえ、どうなることやらですよ、ね、どうなることやら。うん、本当に。ああ、どう話を盛り上げていくんだろう。うん、そういう期待もね。はい。というわけで、はい、三丸さんはシーズン1の、はい、エピソード1ということでございました。はい。トワイライトということでした。そういうまとめでいいのかな。三丸さんはトワイライトだっていうことを分かりました。ニーズ目指して頑張っていきますね。はい、ありがとうございます。はい。はい、というわけで、ね、長い時間でしたけども、はい。まあ、エンディングに入る前に、ちょっと、まあ、三丸さんの今後のご活動予定がもしあれば、ちょっとぜひリスナーさんに、ね、はい、ちょっとお話できればと思うんですけど、なんかございますかね。そういうことですか。はい。活動予定が、まあ、これからも気長にまあ、だらだらとお絵描きを、うん、まあ、しつつ、ちょっとまあ、いろんな創作活動、まあ、割と、イントゥザスポットライトも造形の方とか結構多かったじゃないですか。はい。はい。そういう方面もなんか手出せたらいいな、とか若干思いつつ、うん、まあ、まあ時間に余裕があった時に、まあいろんなことしていきたいな、っていうのはあったりしますね。はい。まあ基本は絵を描いてるんで、あげてるタンブラーとか、はい、そのあたり見ていただければ、おぉ。その活動の記録みたいなのは、はい、見てい、いけるかなと。はい。ということで、ね、三丸さんのタンブラーは、ね、後ほどまあ YouTube の方で、はい。リンクの方も、もちろんツイッターの方でもですね、今多分、パーソナリティの二人から多分紹介してると思います。ぜひチェックしてみてください。はい。はい、ということでございます。で、ですね、どうぞ。最後の締めですよね。はい。ちょっと、うん。一つ、はい、え？したいものが。なに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 ？え？え？なになになに？まあ、え？何ですか？絵を描いてるってことで、まあ、ちょっと一つ。ちょ。何するんですか、ちょっと。この人だな。何してるんですか、ちょっと。一つ、描かせていただきました、ね。いや、なんかもう、うまいな。ああ、もう、イケメン。テクニシャンだな。このイケメン。イケメンだな、おい。このイケメン。おい、豆乳持ってこい。いやー、ちょっとごめんなさい。なんか、本当に僕ら何も聞いてなかったんで、ただ今こういうなんか語彙力が完全に乏しい状況になってますけど。うわー、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとこれ、何かしらで使わせてください。ちょっと、ぜひ。かっこいいな、これ。かっこいいな、これ。いやー。語彙力足りないな。ラジオだから喋ろう、喋ろう。はい。いやー、なんかちょっとこのままエンディングのすごいなんか名残惜しいんですけど。はい、ちょっと。はい。とりあえずエンディングちょっと、頑張ろう、ちょっとごめんなさい。というわけで、ね、三丸さんいかがでしたか、今回のインタビューは。いやー、もう、ずっと聞いてるばっかのポジションで、まあ、まさかこういうね、自分が喋る場になるとは、しなかったんですけれども、まあこう改めて自分のやってきたこととか自分の本人に対するなんかこう思いみたいなところも、はい。まあこう話ができてね、楽しかったですね。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかあれですよね、その、結構ね、自分のこと喋るの恥ずかしいこともあると思うんですけど、まあ振り返ることによってね、意外となんか、自分に、だから、自信が持つような感じになるかなというふうに僕は思うんですけど。ああ、うん、やっぱでも、自分語りというよりは、なんとなくポニーを語るってことに関してはね、やっぱ、楽しいですよ、うん、ポニー語るの。ずっと喋ってたりですもんね。ね、そうですよ、ね。いや、話は。ね、もう大体、イントゥーもね、喋ってればあっという間1時間になりますから。ほんとね。ほんとそれ。はい。はい。ということで、またね、タンブラーとか、もしくは他のね、創作活動もぜひ、
いろいろとね、活動頑張っていらっしゃると思いますけども、引き続きね、僕らも応援していますので、ぜひ頑張ってください。はい、頑張ります。頑張ってください。はい、本当にどうもありがとうございました、今回は。ありがとうございました。はい。今回の放送、この後、この配信終わった後に YouTube チャンネルの方でも、お送りしますので、途中から聞いてる方はぜひその方からまた始めて聞いてみてください。はい。またちょっとね、いつもと違うので、うん、ちょっと変わっているかもしれないので、この今言ってる説明とちょっと違うかもしれないので、はい、ご了承くださいませ。はい、最新情報はまた僕らが Twitter で多分喋りますので、そこをちょっとごチェックいただければと思うので、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい。というわけで、ね、改めてイントゥーこれからも頑張っていきますので。ね、まあ、頑張っていこうね。はい。いろいろ、はい、ありますけど、うん。はい。引き続き応援どうぞよろしくお願いいたします。というわけで、今月のイントゥーはここまででございます。お相手は、チッキーと、桜チッターと、三つ丸でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。